はい。どうも、こんばんは。マリアス TV の IQ をやっております、リーダーと申します。はい、そうですね、びっくりです。全員遅刻です。なんなら連絡つきません。来たー！なんかデブ来ました、デブ。あ、どうでもいいよ、別に。ね、皆さん、名前が出てるのでわかると思いますが、やつらは遅刻です。いえ、じゃあおめえも遅刻だよ。いや、連絡しました。いや、連絡したとかそういう話。走ったー。走ったじゃねえよ、お前。走ったー。何この、やらしいぐらいの。いや、もう、ま、部屋着、部屋着ニュージネ押していこうかな、みたいな。部屋着なわけ。でも、普段着に使ってるでしょ、これ。近くのコンビニとかそれで行ってんじゃん。行きますね。いや、ダメじゃねえか、お前。行きますよ、行きます、行きます。神聖な扱いをしていかなきゃいけないね。最終回だからこそ、やっぱあれですよね、ニュージーネを押していかないとな、みたいな。いや、別に、一応、まあね、マジェスティとしてね、皆さんご存知かどうかは分かりませんが、マジェスティのニュージーネビーキは、本日で最終回でございます。よし、よしよしじゃない、よしじゃない、よしじゃない、危ない、よしじゃない、残念ながら、はい、残念ながら、悲しい最終回なんですけども、次回からはですね、ニュージェネレーショングループ、総括統合トータル全体のニュージェネビーキが始まります。よいしょ、よいしょ。まあね、細かいこととかは、おいおい、ご報告させていただきたいと思うんですが、思うんですが、はい、つまんねえぞ。うるせえな、しこげ。つまんねえ話してんじゃねえぞ。ボシボシ、やらせでもなんでもなく、こいつガチで遅刻です。なんならさっき電話したけど出ませんでした。ちょっと無視しちゃいました。ごめんなさい。俺どっち？リュウジいなくない？リュウジいなくない？リュウジね。リュウジもいないね。なんでいない？みんな連絡つかないんだから知らないよ。これオープニング始まりましたもん。まだですね。リュウジいないっすか？だって一人だったもん。リュウジいないっすか？リュウジまだ来てない。マジお疲れっす。ふざけんなこと。よし、じゃあちょっとオープニング始めましょう。はい。まだ始まってないっすか？まだ始まってないっす。やった。ギリギリ間に合ったら。はい、来ますか？遅刻常習犯のマジェスティのニュージェネビーキこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ、よいしょ、いやもうね、最後なんで、はい、はい、時間をね。何の話してたんですか？何もしてないです。ドイツもこいつも遅刻しやがってっていう話です、ね、大丈夫お前、遅刻してるよ。おめえもだよ。何だろう、ね、はい、まだ来てないやつもいますが、最終回にしないで、したくないよ、こっちだって。まあまあまあ、マジェスティとしてはね、最終回なんですけど。いや、したくないんだよ。話進まねえだろ。なんだ、ちょっと今日俺あれ狂ってるかもしれないから、もしかして酔っ払ってんの？いや、酔っ払って、君に酔ってるよ。グイ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 、ノンアルだよこれ、ノンアルだよ。コールするのもバカらしい。めっちゃ怖い。ノンアルだよこれ、めっちゃ怖い。チャッパ、チャッパが、チャッパがな、あ、わかりました、ポリフェノール、チャッパが、チャッパが怖いんだろ。最終回に、はい、一つだけ、はい、すみません、僕お詫びをさせていただきたいんですが、はい、てか誰ですか、誰ですか？あ、ゆうやです。おそらくマスクしてるから誰か分かんない。オフなのでね、ひげを剃ってないっていう、ね、そうなんですよ、恐怖なんですよ。ある意味遅刻じゃないですか、それも。確かに、もう遅刻ですよ。違う違う違う、いや別に剃る時間は全然あったんだよ。じゃあなおさら遅刻ですよ。いや、じゃなくて、抜かなきゃいけないから。そうです、休みの日に伸ばしてもらう。今日休みでした。はい、拠点休日ですね。はい、ね、まあ、ちょっとお見せできない。いいんだよ、俺昔からマスクしてる方がイケメンって言われるから。確かに、誰だってそうでしょ。悲しいけど、でもそれは誰だってそうっすよ。僕だってそうっすもん。やってみる？いや、ちょっとつけてマスク、めっちゃ無理っす。うぜえな、ごめんなさい。はい、まあそんなね、そんなこんなで、まあ今日最終回なんですけども、はい、やったー。はい、やったじゃねえ、やったじゃねえ。これ社長の報告だな、これ社長の報告だな。ね、そうなんですよ、今日最終回なんですが、まあ福岡、福岡、お店がお休みということで、福岡、福岡、うん、いいのか悪いのかよくわかりませんが、日本語覚えて、
まあね、最終回に、まあ、お店がお休みということで、まあ、ちょっとね、普段着でしょ普段着でしょ普段着でしょいや、もう、見たことある、それ部屋着でしょ、これ、もはや。違う。見たことある、それ部屋着。つい先日ありましたね。なんならこのキャップも被ってきたからね。うん、でも、本当だ。マジェスティの、ちょっとやっぱ、あれ、これって全員もらえなくないですか全員もらえない。けど、なんなら全然被ってない感じがもう。んなんでもらえてんの条件を満たしてる。泥棒。え条件あ、そうなんだ。あれ満たしてないでしょ満たしてます。満たしてる。うん、あ、ごめん。そういう、なんかまあ、あの、うちうちの話はもう。パクったわ。うちうちの話はまあ、いいとして、ね。じゃあ、このキャップ、はい、あれなんですよ、条件あって、条件クリアした人しかもらえないはずなのに。体重何キロ以上とか。そう。なのにクリアしたらパクった。何キロ以上だったら大体。パクった。大体くらいですよ。パクりました。以下だったらちょっとギリギリ。パクりましたわ。体重60キロ以下の人しかもらえない。そう、これ絶対パクった。確かにパクった。パクったらここにやって。返せ返さないじゃあ、ここに。それ無理。これはザラからパクってきたよ。いや、それただの泥棒じゃん。ただの万引きだよ。ガチだろ。ザラからパクってきたよ。ザラからパクってきたよ。全然ダメじゃねえかよ。はい、まあそんなこんなでね。まあ最終回なんですが、はい、まあね、極力皆さん来てくださいねということで、集まってくれた、はい、結果が。遅刻してきてくれた、2人です。はい。遅刻したのお前も。いや、おめえもだよ。で僕は遅刻じゃない最後なんかほらやっぱりあと主人公を最後にみたいなのあるじゃないそれだってリュウジになるけど大丈夫、うん、結果確かに結果確かにでもあれでも連絡つかないからこのまま来ないリスクもあるからってことはそしたら俺ヒーローってことですよね今日最終回のヒーローあ大丈夫あとで店長来るって言ってたわええー、無理無理じゃねえ無理じゃねえ無理って言ったら店長来られると思って多分見てるからこれそうね、はい、見てるの分かんないいやでも店長いつも見てませんね確かになんだかんだ店長嘘ですよ早く店長ダブル店長って何ってか大丈夫喋ってないわらじゃないわらじゃない喋ってないけど大丈夫2人大丈夫最終回だから喋ってからいいと最終回だからねはいどんどん喋っていこうじゃあですねまず一つやらせていただきたいことがあります決まってきたんすかテーマ当たり前じゃないですかマジかー友人に電話する電話しましょうしょうもなしょうもなちょっとあのマイクありますマイクありますいやマイクでちょっとあの音いやいややめよ迷惑だよお前寝てたりとかしたらどうすんのお前本当に仕事できなくなったらごめん体調悪いのねとか言えなくなったじゃあ僕がマイク持ちます歌手になった気持ちで自分で一曲歌いますああこれマイク入るのすごくないエコーかかってるねえエコーかかってるこれ放送ではどういう風に聞こえてるんですか普通にこのまんまじゃないですかこのまんまで聞こえてるんですかいい声でって言うねいい声だわありがとうございますいい声でね最終回事故最終回事故じゃないですこれ初めてマジこれこれ最終回このシステムですあ、切れましたはい、はい、おつなぎできませんでしたおつなぎできないってことはいカラオケでもしますかじゃあゆうじくんは多分ねちょっと下痢してるんじゃないかなちょっと体調がね体調が優れなくなっちゃったかななんとも言えないっていうかさ、ハヤトはさ、よくさ、歌ってっかいいじゃんないですかラストンとかで歌ってっかいいじゃん歌って、うーわーそうやってまあ、まあでも、やっぱ歌ってますよねうーわー、悪意あるわ今の歌ってます、歌ってます全然歌ってないマジで歌ってないえいっぱい歌ってるねいっぱい歌ってますよね何回歌ったことある何回もないんですよ何回歌ったことある数えきれないね何回歌ったことあるいやもうゼロですねゼロやめようぜかわいそうだからゼロでやめろいじめるなこれ以上うわこういう俺聞いてこういう感冒さえいるよマジシにこういう感冒さえいるよ毎日歌ってますありがとうございますそれはもうちょっと盛りすぎだわじゃあ来月もよろしくね何ですか来月も毎日ねこれあの YouTube 上がりますから、ね、いや来月そう年の瀬ですよ年末ですよ年末師走ですからね あと1ヶ月で終わります、ね、終わりですねなんでそれだけエコーかけるの今月ねまあ今月っていうかまあ月も挟んで、まあ、日付も今日変わったからもあれか12月だね12月もねもう最後なんですけど今年もね何やるんですかね12月はねてか年末年始みんなどうするんだろうどうするんですかね年末年始どうすんの何言って年末年始どうすんの僕は多分なんですけど、まあうん、ダイエットでしょ、うん、兼ねて、まあ、実家の家業それは夏にしてください年末年始じゃなくてあれでしょなんかあの夏休みのさ中学生とかさ、
チャリンコで日本一周するとかそういうノリでさ、ああもうそんな感じで実家まで歩いて帰ればいいの。いや、ま、もう帰れなくねそんなに遠くねえ地元あの年のせ、ちょうどこう日付が変わる年をまたぐっていう時にまだ歩いてる。わけわかんないわけわかんない悲しくなって泳いでて今全然東京出れないパターンでこれいいじゃん、それでいこうよ、うん、あのちゃんとずっとねタイムラインとか上げて今どこですね、今どこになる、あインスタとかで今どこになるみたいな、そうなんか分かる場所探して写真撮らないですね各地のこう名所とか撮りつつ、いやー行ってもう年をいざ何またぐぞと年を越すぞという時にハッピーニューイヤーでわけわかんなくなってる信号とかで何々通りなちょっと自分が話に入れないつまんなそうです、入れない話入れて欲しかったわ、入れない、待ってすげー寂しかったわ、はいはいはい、職業なんだっけ、職業僕職業と、これ言っていいんですか、うん、職業僕、うん、どうしよう、そんなこと言えないな、いや普通に答えりゃいいじゃん別に、いやいやいや、職業ホストですよね、話に入れてもらえないとかマジビビるわ、いや話に入れてもらえなかったら入ってくのがホスティーだと思うんで、じゃあ入ってこいよ、ホスティーのハヤティ入ってこいよ、その毎日ラストン歌えるそのスキル、ホスティーからのハヤティなんで僕は、アスティー、アスティー、あアスティー飲みたい、もうないよね、もうないかあれめっちゃ飲みやすいですね、あサンビュースできましたね、じゃあ何前回とかあるじゃないですか、一回あったんですよ、ローテンションじゃなんだろう、ハイテンションハイテンション、じゃあノミニケーションハイテンションイサオのテンション あるじゃないですか、僕できました、はい、行きましょう、じゃあハヤト君の一発ゲームでサッサンディリー一時グイグイこっ、いやあんだけノーマルだからねこれ、こっこれノーマルだから、忘れちゃった、言うこと忘れちゃった、アスティ、ハヤティ、あとなんだ、グイ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 ホスティじゃねえ、グイ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 、しっかりしろ現役、本当にびっくりするわ、ちょっと合格じゃねえそろそろ、違う忘れただけ、社長にラインだわこれ、え、酔っ払ってんの、酔っ払ってはないっす、酔っ払ってる、自分に面白い自分に酔っ払ってる、違うんすよ、じゃあもう一回、うん、確認する、何でしたっけ、ハヤティー、ハヤティー、ホスティー、ホスティーでしょ、あ、そうしよう、でもなんか、はい、そうしようってのそうしよう、じゃあ行きます、はい、ホスティー、自分も違うんだけど、マジも違うんだけど、びっくりする、暗記問題やめよう、暗記すんの、暗記じゃないよ、まだ、じゃあもう一回だけ、もう一回だけチャンスをあげよう、はい、覚えた、じゃあ最後確認してみて、うん、いいよ、え、あ、ハスティ、ハヤティ、ホスティ、ホスティ、ハヤティ、ホスティ、いくよ、いきます、はい、3、3、2、2、1、1、アスティ、ハヤティ、CM お願いしまーす。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクうまそう。イオンインク。経験者大募集。でも面白かった、もういろいろコメント来てますよ、何ですか、ハヤト滑りすぎ、これ降格だな、大丈夫か、はい、ハヤト、つる、はい、つるやんつるつるやん、 でも面白かった、俺がな、タイミングでいい、タイミング少しはって感じですか少しはね、少しでしょだって面白くないんだもん、少しも
ねえ遅刻してる。じゃあ、あ、大丈夫です、僕はハズキに言ってるんです。あの、ゆうやさんには言ってないです、大丈夫です、ごめんなさい。こういう、あれですよ、ゆうやさんは面白い、本当に一番面白いです。こういう、こういうお店ですよ。何が、何がって今ハモってる。今ハモってる。君の発言次第ではマジ止めにかかるけど、何が、こういう感動さがありますよ。何が、うちには何が、まあ、あの、いろいろね、こう、可愛がり方っていうか、ね、そうですね、ありますね、人それぞれなんでね、うん、だってもう可愛がられなくなったら終わりじゃないですか。ね、構ってもらえなかったね。そうそう、あ、そうだそうそうそう、ずっと気になってたんですけど、はやとさん、なんか服ワシャワシャワシャってなったんですよ。何、なんか服が、ああ、波打ってる感じだね。波打ってる、ワシャワシャワシャ、そう、じゃあこれ脱げば、うん、何そのなんか俺のと本当わさわさなって。でもね、それ全員そうだよ、なんかこう端っことか、これもう仕方ないよ、こう、あ、仕方ない、ね、そうそう、いやもうな、ハヤさんの上着だけ、青い部分だけワシャ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 ってずっとなってます。うん、別にいいじゃん、まあ、ちっちゃいこと気にすんなよ。まあでもね、ポスター細かいところに気づけないといけないからね。ああ、そういうフォローですね。普段はどう、そう、いい、俺の今のフォローセーフ、オッケー、セーフです。はい、大丈夫です。それと同時に僕をけなしたっていう。え、けなしてなくね、全然けなしてない。確かに可愛がってるよ、あれと便利だな、可愛がり可愛がりマジ便利。はい、よしよしよし、はい、よしよし、なんだよ、なんだよ、可愛がり、チョコにしてやるぞ。オッケー、マジンブーなの、マジンブーなの。そんな雑だぞ、プリカラが。最近そのいじり方覚えたの。お寿司食べたい。なんならそのマジンブーのネタもあんま知らない人の方が多いかもしれないからね。確かに、うん、ね、ドラゴンボール知らない人いる。ね、ワンパンマン、ワンパンマン、いや、ワンパンマンの方が知らないよ。知らないじゃん。絶対おい、知ってますよ、みんな、ワンパンマンって。最近初めて知った。俺も最近知った。あの、ハロウィンの時のポスターで。知ってる人結構いるよ、でも。え、マジで？似てるんだ。え、でも今、アニメやってるんですよね。やってるらしいよね、アニメね。でもね、あの、毛が少ないっていうのはね、ちょっと語弊があるわ。毛がないからね。確かに。だから、まだワンパンマンになりきれてない。まだ修行の途中なんですね。そう。2パンマンぐらい。ここぐらいまではあるよ。こういうこと？こういう半分あるよ。後頭部しか残ってない。お前って取ったら大変なことになるけど大丈夫。スーパーマン、スーパーマンで呼ぶ。やだ。じゃあスーパーマンからのワンパンマン。ワンパン、そう、あ、昇格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 。じゃあ次だね。一発で倒せないからスーパーマン。じゃあワンパンマンになれたら昇格祭しよう。ああ、いいっすね、それ。ワンパンマン昇格祭。それいいっすね、ワンパンマン昇格祭。いや、あの、自分のお客さんに、はい、あの、タワーやるかワンパン食らうかどっちがいい。ワンパン食らったらバラバラになりますから、ね、体。だいたい。それみんなワンパンっつったら本当に知る。もう怖いことになりますからね。事件起きる、事件、事件ですよね。いやでもね、あ、多分ね、それ歌舞伎町交番の前でやっても捕まんない気がするよ。なんでですか。だって警察も殴ればいいでしょ。てか、歌舞伎町交番すごいですよね、なんか。何が、なんかすごい、ね、帰り道、やっぱ寮帰るときに見るんですけど、うん、あ、あちらの方、毎日、そう、毎日なんか揉めてる。あー、揉めてますね。まあみんな酔っ払ってるからね、仕方ないよ。ね、なんだろうね、あれ、すげえわ。もうぼったくりが多いらしい。もうなんかね、いや、そんな、いいよ、そんなガチな。ガチじゃん、ね、地方から見てる人、超怖えますよ。やめろ、お前。伝染してくる人だっているかもしれないですね。でもみんな地方出身ですからね、うちのキャストも。え、歌舞伎町じゃない、あれらしいよ、キャストって言っちゃダメらしいよ。まあいいよ、え、そうの話いいよ、いいよ。え、どこ出身。僕、新潟。新潟、どこ出身。神奈川です。うん、豚小屋だよ、かい。神奈川の人全員的にしましたよ、今。なんなら神奈川の人の方がね、まだ都会な。東京出身ってうちの店あんまいなくないですか。知らないやん。まあでもなんかいないよ、まあ、うちの店っていうか、まあ多分東京っていう場所がね、あ、そもそも、まあ、そ、うん、まあ地方から来られる方も。ハズキとか揉めてそうって来たけど、揉めねえわ。え、誰と、誰と、警察です、警察。揉めねえわ、すぐ謝るわ、俺。君、お腹の中に何を隠してるんだ。いや、やめてくれって。隠せんだ、隠せんだ。隠せんだ。そんなパンパンにバレやすいんだよ。こういうこと言うなよ。俺でも一回あった、一回あった。何ですか。昔、あの、バンドをやった時に、はいはいはい、あの、レンタカーでバンを借りてたのね、はいはい、で、まあ、それでこう、ライブ終わって帰ってる時に、はい、めちゃくちゃトイレしたく、おしっこしたくなって、うん、で、もうちょっと次のコンビニとかで止めてって言ってたタイミングで、なんかレンタカーって、そのなんか悪い人が使ってることも多いからっつって、はいはい、あの、職質みたいな、パトカーで止められて、ちょっと検査させてって言われたのね。で、別にいいけど、はい、全然何も悪いことしてないから、ね、いいんだけど、俺とりあえずトイレ行きたかったのね、はい、もうマジ漏れる直前、はいはいはい、だからあの、分かった、別にいいけど、あの、ちょっとトイレだけ行かせてくれたら、いや、ちょっと待って、おかしい。なるほどね。ダメ、トイレに行ってね、流すと思われて、いや、ちょっと本当で、すぐ目の前にガソリンスタンドあったの。
分かった分かった、そこのガソリンスタンドのトイレだけ行かせて、ダメダメ、ちょっと、まあトイレ、そうですよね、尿検査とかいろいろ、ね、持ち物検査だけ言われて、分かった分かったって、じゃあもうすぐ終わらせてって、こういろいろこう出すじゃん、ポケットとかのあるもの、中身のも出して、で、こうやってこう身体検査されるの、いろいろ触られて、うん、で、いや触っていいけど、ちょっとお腹は押さないでね、何が入ってんの、何が入ってんの、いや、なんか出る出るからじゃん、何が入ってんだっていうことが絶対さ、やばいわ、ダダ滑りだな、これ。いや、マジであれ、ほんと焦ったからね。これ今滑ってるよ、ゆうやさん、大丈夫ですか。いや、早いとほど、早いとほどツルツルじゃないから。みんな、ゆうは結構笑ってくれてる。結構笑ってるわ、結構笑ってるわ。もうほんとね、何このタイミングっていうぐらいの時に、奇跡のタイミング。そう、もう職質って、職質って失礼じゃないですか。まあまあ、でも別に、え、だってさ、警察の人はさ、見た目でさ、うん、あ、この人危なそうだなって言って声かけるわけじゃん。失礼、マジで。え、でも車だからね、それはね。え、僕だって駅でよくありますよ。ってことは怪しい、怪しい。自分で言ってじゃ、なんか、そうだ、何持ってんだ、何持ってんだ。で、え、でもその時に持ってた、持ってて捕まったんですけど。持ってんじゃねえ。何持ってん、じゃあ別にそういう、そういう変な薬とかじゃなくて、その、はい、定期を拾ってたんですよ、僕。はいはいはい、うん、駅で、うん、はい、ちっちゃい。それで残金がめっちゃあったの、2万くらい入ってたの。はいはいはい、うん、はっ、もう意味わかんないじゃん、まずスイカに、まあ、怖い、怖いですよね、うん、その時点でどうしようみたいな。いや、普通に返すよ。いや、だって誰のかわかんないですよ。え、定期って名前、あ、名前書いてあるけど、うん、誰か知らないじゃないですか。まあ、届けといてね。だから届けるわ、なんか落とし物。え、届けます、届けます。それ何かわかんないけど、多分若い時だから。使っちゃったんですか。使っちゃった。だもう若くないんでね。今もう若くないです。今もう20、こう見えて26です。5やん、それ。あ、6。やべえ、暗記はできねえし、なんか足し算もできねえし、もうやべえじゃん、26、大丈夫か。 それでもう1万ぐらい使ってバレたの。なんでバレたの。いや、だから分かんないよ。だから歩いてて、え、待って待って、その話大丈夫。歩いてて、で、あ、ダメか、この話。いや、ダメか、ダメか、どう分かんない。全部作り話でーす。いや、もう雑しか、作り話でーす。無理あるでしょ。大丈夫かな、最初の回だからって暴露しすぎじゃね、ちょっと。びっくりするの。いや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 、だって職質の話されたらさ、そんな言うじゃん。もうなんならあれだよ、実は葉月これ着ぐるみで本当は脱いでら意外と細いんだよっていうぐらいの暴露。いや、ないです、それはない。で、ないです、僕、うん、え、前そうやって言ってくれたじゃん。いや、あの、まあミートスーツみたいに着てますけど、ね、それは一番の事件だ。このゆうやさん、俺、最後の最後で事件だわ。さすがにそれは出せない。ここはギリギリ逮捕されないけど、お前は、お前逮捕されてるやん。されてるやん。で、逮捕はされてないもん、だって。歩道ね。そう、歩道。厳重しかも、それ、新宿駅だったんですよ。はい、はい、だったので、新宿警察、警察署行けばいいじゃないですか。はい、渋谷警察署って言われて。うん、で、普通、東口じゃなくて南口の方でやりました。東口の方だね。東口の方。なんか微妙に、あ、詳しそうだから、それはそれで危ない発言だ。で、渋谷、大丈夫、最終回ヒヤヒヤするけど、俺、渋谷警察署行きますみたいな。はいはい、うん、なんで渋谷なんだろうとまず思うじゃん。うん、じゃあ移動しましょうって言って、うん、電車で行ったからね。あ、その電車代はその拾った定義。自分でちゃんと拾った定義やって、で、こう二人、ここ警、ここ二人警官。びっくりした、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 今びっくりした、超びっくりした、絶対でしたっすよね、超びっくりした。ほらほら、前振りしてたじゃん、最後に来る人が CS。 そうだ、警察と一緒に電車に乗るっていう。気まず、最悪、めっちゃ気まず。いや、それはなかったっす。もう普通にこうやってはずで、こう、こう、警察挟まれてるで、一緒に電車で渋谷まで行って、ジロ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 。いや、見られます、しかもこの人サングラスかけてたから。待って待って待って、あの店長いきなり来て、なんかすげえハードな話してる。大丈夫って言ってほしい。まあ想像はつくよね。想像ついちゃう、ついちゃう。日頃の行いがってこと。そんな悪い時間でしょ。いやいやいや、違う、そっちの方が問題。何その日頃の行いが痴漢とか嫌なんだよ。すげえ嫌だわ。それはもう足見るからね。よっぽどやー、確かに確かに。でも男の人みんな見ません？どこ見る？見ますよね。俺も見るね。ですよね。いや、目が低いよね。え、足見ますよね。え、そう、あ、足は、そう、出て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 。あ、わかったわかった。ペチだったら出て、え、ジーパンでもいい。ジーパンじゃ見ないか。え、ジーパンでもいい。お前見てんじゃんけ、やっぱ。なんか。で、どこ見る？
女の人がいました、はい、自分の好みの女の人がいました。正面ですか？正面です。すれ違いざまです。あ、最初に、すれ違ったらもう決まってるよ。最初に見るとこはどこですか？すれ違うんですか？うん、すれ違ったら僕膝の裏すかね。キモ。膝の裏僕膝の裏フェチなんです。どういうことそれはじゃあ足出てなくてもってこと？足出てた方がいいですけど、うん、出てなくても膝の裏。キモ。まあ、出てなかったらあんま見ないですね。多分興味を示さない。膝の裏を見てどうなの？どうなってたらいいの？まあ、あの一番好きなのが昔運動系スポーツ系やっててもう今全くやってませんよぐらいの、やらなくなってから5年ぐらい経過したぐらいが一番好きです。わかんねえ。ちょっと筋肉落ち始めましたね。俺でもついてた方がいいかもしれない。あ、本当ですか？筋肉ですか？なんかこう健康的な。あ、膝の裏です。あ、膝の裏は分かんない。膝の裏の筋肉はまずよくわかんない。そもそも筋が確かに。俺はイメージだと、勝手な全然イメージだけど、テニスとか、はいはい、いいですね。そうな健康的な、いいですね。細すぎちゃうと多分そうダメなんですよね。うん、なんかわってなっちゃうし、まあ、細すぎるとバランス悪いんだな。そうですでも最近なんか細い人人気ないですよ。ちょっとぽっちゃりが好きっていう、いるっぱらの人が持ってるみたいなんですよね。いや、男性は多分昔からなんだよね。で、女性はぽっちゃりが OK ってこと？そう、あのガリガリとぽっちゃりだったらっていう。あー、二択を攻める。女の子は多分ガリガリを目指してる子多いじゃないですか。細く出したいんで。でもね、あんまりコメント来ないから別にそうでもないと思う。多分そうなんですかね。うん、どういうことですか？そのなんかやっぱ若い子、あ、細い子がいいんじゃない？あー、みんな細いの。でもコメントしてる人がね、女の人が多分大半なんで、あれかもしれないですけど、膝の裏みたいな顔のはずどういうことだ、3回目来てる。デブは嫌だって来てるから、ね、あ、デブ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 、まあ、でも時間早く脱いだ方がいいよ、このデブミートスーツ。時間ももうそろそろですよ。あ、確かに、やばい。なんか言うことあるんですか、最後。もう、今までね、あ、そうですね、そうですね、方々ね、これを、本当に、はい、感謝しかないなと、はい、はい、それで来ました。おー、さすが。なるほど、最後ちょっとだけでも。そうっすね、はい、ありがとうございます。終わるわけじゃないんだけどね。まあ、そうっすね、はい、毎週見れなくなるっていうリニューアルされますね。そう、だから何週間後にはまたうちとしての番組はできるけど、はい、グループとしての番組ができるってことですね。そう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 、はい、確かに。でもまた楽しくなりそう。なんかこう、そうだね、繋いでいきたいよね。確かに、そうですね。次の店に、はい、お題を出して、宿題じゃないけどぜひね、こう確かに確かに最後、こうね、うちからこう、なんかこうパスをそうね、まあ性癖っていう大事大事、それ大事です。まあでも終わっちゃうから、まあね、マジェスティとしてはやっぱもうクリスマスでもありますし、お、はい、ね、はい、日が変わって12月だからね、はい、そして、昇格したね、昇格祭のようなものもありますんで、はい、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お待ちしております、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今までまたよろしくお願いします。悲しい、そむいてビクビクしてては掴めないような心、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。